いいですね。思い出のセサルギリギリセーフ、うん、あのセーフです。あの多分セサルっていう言葉を今使ってるの日本で確かだけだと思います。確かに、ね、ありです。あの選手をセサルって言わなかったのかと思う。ということでこのドラジカラでは解説者の方やゲストの方にですね、思い出の選手を語っていただこうということで、松井裕介選手にはこの方との、もうこの方じゃないな、セサルとの思い出を語っていただきます。はい、第1球を投げた、打った打球はドラゴンズでプレーしたディオニス・セサル選手でございます。前野さん紹介を。はい、ディオニス・セサルさんは1976年生まれ、ドミニカ共和国出身です。2010年に中日へ入団しました。開幕はスタメンを勝ち取り、開幕第3戦ではサヨナラタイムリーを打っています、うん、しかしその後はあまり打てず、守備でもエラーが目立ち、1軍2軍を行ったり来たりという状態が続きました。この年チームはリーグ優勝を果たしましたが、セサルさんは日本シリーズを前に自由契約となりチームを去りました、うん、ドラゴンズでは51試合に出場、ホームラン1本、打点10、打率は2割1分5厘でした、はい、まさかセサルを上げてくるとはというところですよ。まあ僕この年に入団して、うん、まあ、いわば同期入団なんで、はいはい、でまあ、今までアマチュア野球しかやったことなかったんで、助っ人の方っていないじゃないですか、外国人って初めてだよね。そうなんですよ、だからすごい印象に残ってて、いろいろなんかいろんな話したなって思い出があるんで、はい、話するっつったって通訳なんか意外と、いや通訳返すこともありますし、でもグラウンドの中では通訳いない時は、はあ、まあ、ジェスチャーなり、うん、片言の単語並べた英語なりで、うん、意外とね通じたので、そうですか、結構話してて楽しかったって思い出もありますし、へ、うん、どんな会話したか覚えてます？まあね、僕1年目で右も左も見えてないじゃないですか、うん、はいはい、で本当にシーズン始まってすぐぐらいの試合前のシートノックの時って、うん、まあ結構お客さんがちょうど入るぐらいの時ザワザワしてる中シートノックやるんですけど、うんうん、まあ、彼は外野手やってたので、うん、まあ、一緒に守りながら自分の番を待ってシートノック受けるんですけど、うん、後ろからやたらちょっかいを出してくるんですよ。で、ユースケちょっとルックルックって言うんで、よく見ろよって言ってパッて見たら、まあ綺麗な女性が多分座ってたんでしょうね、はいはい、あのビューティフルガールとかそういうことを僕に言ってくるわけですよ。僕は1年目でねしっかりしたいのに、なんかそういうことを後ろからちょっかいをかけてくるっていうイメージがありますね。なんかすごいおっちょこちょいのイメージないですか、セサルって。あります。もうなんかその通り、うん、普通の言動とかもなんかすごいそういうことを発したがるので、ちょっとやめてくれよっていう時がありましたね。なるほど、プレーに出ていたんですね。そうですね、もろ出てましたね彼は。ポロッポロってよくやってましたもんね。まあね、でもなんかあんな感じでも僕に、おゆうすけ守備はこうやってやるんだぞってアドバイスしてくれたり、バッティングはこうやって打つんだぞって、結構キャンプの時からなんか一緒に練習することが多々あったので、うん、なんかいろいろ、まあその時は通訳を介してアドバイスしてもらいましたね。セサルは両打ちだったんで、うん、右もね、打てるんで、うん、もうちょっとこうやって打った方がいいよって、その時はやっぱり助っ人外人という目で見てるじゃないですか、うんうん、キャンプの時の特に、うん、あすごいなって、うん、僕もこうなんか教えてもらっててありがたいなっていう風な感じでは捉えてましたけどね、その時は。その時はね。その時は。その時はっていうカッコがつきますけど。いやいや、まあでも51試合しか出てないんですね。そうなんですよ、資料見るともっと出てると思って、100試合ぐらい出てるんじゃないかなと思ったら、うん、こんなもんだった。そうで2010年ですから、うん、ドラゴンズは、まあ、日本シリーズを戦ったんですよね、そうですね、優勝しますもんね、ロッテと。で、その日本シリーズを前にセサルは自由契約となりましたんで、日本シリーズ前にもチームを去ったというプレイヤーでしたね。ちなみに2010年はセサルと、ピッチャーでね一人いたんですよ、もう一人、バルデスが同期ですね。あ、そうですか。バルデス、セサルの2人だったかな、うん、あ、そのバルデスじゃなくて、まあでもバルデス、バルデス、
だったような気がする。右ピッチャー、外国人選手と一緒に野球やるってそりゃ初めてですわね。そうですね、エドワード・バルデス、ね、そう、そりゃ、まあ、いろいろ驚きはありますわね。なんか戸惑いの方がありましたよね、そっちの方が多かったような気がしますね。喋ることも、まあ、違うし、もちろん食べてるお昼ご飯も違うし、はい、セサルなんてご飯にバナナぶっこんで食べてましたからね。でもこれが美味しいんだって言って食べてるんで、お昼、まあ、朝も夜もそんなん食べてたんで、すごい。いや実際あのドミニカの料理にあるんですよ、うん、いやそうなんですよ、あります、あります。ライスとバナナを、はい、あえた料理、そう料理があって、もう今のドミニカ人もそうですけど、バナナよく食うよね。みんな食べてますね。確かにバナナのイメージはありますね、うんうん、球場から箱で段ボールで持って帰るんですよ、あそうバナナ持って帰りますね。ねバナナが本当に大好きですね、ドミニカの方は。でもそうやって考えると、いろんな外国人今まで見てきたじゃないですか。まあその面白キャラっていう点でセサルが残っているでしょうけど、うん、他でこう印象残ってる外国人っています？まあ去年出たゲレーロ。ゲレーロ。まあホームランを取りましたし、よく回り、まあいろいろな点もありましたけど、まあでもバッティングに関してはゲレーロすごいなと思いましたね。ああそう、やっぱりすごい。そんなめちゃくちゃ外人の割には体でかいわけではないですし。大きくないですよ。けどあんだけボールを飛ばしてホームラン打てる長距離砲はすごいなと思いましたね、はい、だって体だけで比べたらそれはビシエドやブランコの方がよっぽど大きいですよね。ブランコも、ね、同じぐらいホームラン打ちますけど、フルパワーに関しては全然彼らの方があると思うんで、その中でゲレーロのあのホームランの弾道っていうのはすごいなっていう部分もありましたし、そうですか、はい、ね、まあ、そういう一面もあるし、ちょっとこうねすぐ痛いって言ったりなんか、ね、でも僕はそのおかげで、ね、出場機会を去年はね、はい、入れたので、まあいろんな意味でゲレーロの思い出っていうのもありますね、はい、ということで今日はですね、思い出のあの選手松井裕介選手にはセサルを語っていただきました。